山形亮太は日本の男子陸上競技選手。専門は短距離走県が急事態のため、報道や新聞などの一部メディアでは山形亮太の表記も見られる。2016年リオデジャネイロオリンピック400メートルリレー銀メダリスト。広島県広島市西区鈴鹿、峰町出身。鈴鹿峰小学校、治道中学校、修道高等学校。 慶応義塾大学総合政策学部卒業、成功ホールディングス所属、100メートルの日本記録保持者である、東京2020オリンピックの100メートル層に日本代表として出場、また東京五輪日本選手団首相を務めた。1992年、時の記念日である6月10日、広島県広島市西区鈴が峰町で生まれた。 未熟児で生まれ、生きるか、死ぬかという危険な状態で、2ヶ月間新生児特定集中治療室で過ごした。しかし、運動神経抜群に育ち、特に足の速さは、小さい頃から大人たちを驚かせ、小学校1年の時、子犬と遊んでいたら、その母犬が怒って追いかけてきたが、犬よりも速く走り、そのまま逃げ切ったという。広島カープの大ファンで、少年野球に所属し、 打順は一番、ポジションはショートで、将来はプロ野球選手を目指していた。小学三年生の時、二つ上の兄が、広島市のスポーツ交換大会100メートルで入賞してもらってきた症状の大きさを羨ましく、重い、陸上を意識するようになる。四年生になった翌年、少年野球チームで一番足が速かったことから、学校代表として同大会に出場すると、 スパイクを履いた選手たちにスニーカーで勝ち優勝した。これが陸上競技との出会いで走る姿が試す絵台も所属していた広島ジュニアオリンピアクラブの指導者の目に留まりスカウトされる。このためしばらくは野球と陸上の掛け持ちだったが陸上のチームメイトに野球に行っていて土曜日の練習に来ないじゃん。そういう奴に負けるのは嫌だと言われたりしたため。 走ることは自分の転職だと考え、5年生からは陸上一本に絞るようになったという。この年の全国大会では100メートルで8位に入賞している。広島県下有数の進学校、修道中学を受験手合格し進学。おさむ道中時代は100メートルと400メートルリレーで全日中に出場。中学から大学2年まで。 深夜に車と競争する練習を続けた。修道高校1年時は、大分国体少年 B100 メートルで優勝。修道高校2年時の2009年世界ユース、陸上競技選手権大会では100メートルで4位、入賞し、メドレーリレーでは、銅メダルを獲得した。3年時の国体少年 A100 メートルを、無風の中10秒34で優勝。 月間陸上競技の表紙を飾る。少しだけ追い風が吹いていれば、当時の高校記録を塗り替えていた可能性があったと言われる。修道中、画家の6年間は、部活と並行して勉学にも励み、300人いる生徒の中で、東大や京大への進学を目指す生徒もひしめく、文系のトップクラスに席を置き、成績は50番以内だったという。インター終了後に、 慶応競争部の自由な競技環境だったら自分のやりたいことができると感じて、慶応義塾大学を志願し、総合政策学部の栄養入試を経て、慶応義塾大学総合政策学部に入学。当時の慶大競争部には短距離専属の指導者はいなかった。2011年慶大1年時の2011年、山口国体男子100メートルにおいて10秒23。 の日本ジュニア記録を樹立して3位入賞。2012年、慶大2年時の2012年、小田記念陸上男子100メートル予選にて10秒08の6組2位で、北京オリンピックの塚原直樹に続く、準決勝進出を果たした。8月5日の準決勝では10秒10の3組6位で、決勝進出を逃した。なお、男子400メートルリレーでは、日本チームの1を務め、 予選を38秒07の全体4番目の記録で通過。決勝では38秒35で4位入賞を果たした。2013年4月7日に東京六大学大校に出場。昨年9月の日本インカレ男子100メートル準決勝で右ハムストリングスを肉離れした影響により、100メートル予選が約7ヶ月ぶりのレースとなった。しかし、 予選で10秒82、決勝では10秒47をマーク。公認範囲の追い風2.0メートルだった場合、9秒台が出ていた可能性もあるタイムだった。4月29日の小田記念、男子100メートルでは、予選でモスクワ世界選手権の参加 B 標準記録突破となる10秒17をマーク。決勝では追い風参考記録ながら、 自己ベストを上回る10秒04をマークするも、予選で日本歴代2位の記録となる10秒01をマークした、桐生義秀に0秒01差で破れ2位に終わった。それまで、山形は次世代を担うダント突のエース候補だったが、主役の座を後輩に奪われた。5月に関東インカレに出場すると、19日の男子100メートル決勝を10秒30で制して、 関東インカレ初タイトルを獲得。26日の男子200メートル決勝では、日本歴代重要予備、モスクワ世界選手権の参加へ標準記録突破となる20秒41をマークし、100メートルとの2冠を達成した。6月の日本選手権では、7日の男子100メートル予選で10秒14、8日の決勝で10秒11をマークし、2レース続けて、 モスクワ世界選手権の参加へ標準記録を突破。小田記念では競り負けた、桐生義秀を0秒14差で破り、日本選手権初優勝を成し遂げるとともに、モスクワ世界選手権の代表入りを決めた。7月に、火山で開催されたユニバーシアードの男子100メートルでは10秒21で2位になった。また、男子400メートルリレーでは、日本チームの一層を務め、 決勝では39秒12で2位になった。8月にモスクワで開催された世界選手権に初出場。10日の男子100メートル予選では組3着までに入れば着順で準決勝に進出できたが、結果は10秒21の組4着に終わり、組3着とは0秒02差。タイムで拾われた最後の枠の選手とは0秒01差で準決勝進出を逃した。 また、このレース中に、左ハムストリングスの肉離れを起こし、出場予定だった、男子400メートルリレーには出場せずに大会を後にしたが、重傷ではなかったので帰国後は1週間休みを取ってから練習を再開した。9月7日に日本インカレの男子200メートル予選と400メートルリレー決勝を走った翌朝、ベッドから起きられないほどの腰痛が発生した。 痛みはなかなか引かず、前屈すると痛みが激しかったため、スターティングブロックを蹴れるか不安だった。10月に天津で開催された東アジア大会に出場すると、8日の男子100メートル決勝では、地元中国のソヒノエテンに、同タイムキサーリで敗れ、10秒31の銀メダルに終わった。しかし、9日の男子400メートルリレー決勝では、 日本チームの一層を務め、日本学生混成記録及び大会記録となる38秒44をマークしての金メダル獲得に貢献した。2014年2014年シーズン前半は、腰痛で出遅れ、4月29日の小田記念、男子100メートルは10秒26で4位。5月開催のワールドリレーズは、関東インカレと日程が重なることなどから派遣は、見送られた。 6月8日の日本選手権、男子100メートル決勝では10秒27の2位に終わり、桐生義秀に0秒05差で敗れ連覇を逃した。9月の日本インカレに出場すると、5日の男子100メートル、準決勝で、シーズンベストとなる10秒14、6日の100メートル決勝で10秒20をマーク。桐生義秀は100メートルを回避して、不在だったものの、 日本インカレ初優勝を成し遂げた。7日の男子4400メートルリレー決勝では2層を務めると、非公式ながら44秒9のラップを刻み、この種目では61年ぶりとなる慶応義塾大学の優勝に貢献した。年9から10月に新川で開催されたアジア大会に出場。9月28日の男子100メートル準決勝を、 全体3位体となる10秒17で突破するも、レース中に、左股関節を痛めてしまう。約2時間後の決勝ではスタートで出遅れ、10秒26の6位に終わった。10月2日の男子400メートル、リレー決勝では、日本チームの一層を務めて38秒49をマークするも、アジア記録となる37秒99をマークして、 優勝した中国に敗れ銀メダルに終わった。アジア大会で負った左股関節の怪我は練習を2週間休んだら治り10月19日の国体青年男子100メートル決勝では10秒17をマーク。アジア大会では先着を許した高瀬里氏を0秒01差で抑え4年ぶりとなる国体のタイトルを獲得した。また、 この優勝タイムは後に発表された北京世界選手権の参加標準記録に迫るものだった。2015年4月1日に成功ホールディングス入社。同社に陸上競技部はないがアスリート支援に乗り出した同社にとって第1号選手となった。なお、偶然にも山形の誕生日の6月10日は時の記念日である。2015年シーズン前半も腰痛に苦しみ、 4月18から19日の小田記念は状態が上向かなかったので欠場。6月27日の日本選手権男子100メートル予選は10秒60で突破するも腰痛が悪化したため翌日の準決勝を棄権し2大会連続の世界選手権出場を逃した。2016年3月13日の日本ジュニア室内陸上大阪では男子60メートルに オープン参加。第1レースで6秒68、第2レースで6秒62の自己ベストをマーク。4月2日の東京六大学大校にオープン参加。男子100メートルでは10秒40、男子200メートルでは20秒88をマーク。しかし、男子100メートルに関しては、レースでトラブルがあり、仕切り直しがされたが、それに気づかず50メートル付近まで。 全力失踪した直後の再レースだったため、疲労困憊でのレースとなった。4月29日の小田記念、男子100メートル決勝で10秒27をマークし、桐生義秀は不在ながら、前回大会優勝者のケンブリッジアスカラを抑えて優勝した。また、優勝タイムの10秒27は向かい風1.5以上の条件のもとでの日本歴代最速タイムであり、 公認範囲内の強い追い風なら9秒台が出ていた可能性もあるタイムだった。5月8日にゴールデングランプリー川崎男子100メートルに出場するとスタート直後にバランスを崩すアクシデントがありながらも10秒21をマークして2位に入り、桐生義秀とサニー・ブラウン・アブデル・ハキームの初の直接対決で注目が集まる中、日本勢トップの成績を収めた。 5月21日に、東日本実業団選手権、男子100メートル準決勝で10秒08、決勝で10秒12をマークし、2レース続けて、リオデジャネイロオリンピックの参加標準記録を突破。準決勝でマークした10秒08は、自身4年ぶりの10秒0台で、自己ベストに迫るタイムだった。6月5日に行われた、布施スプリントに出場。 1>, 1レース目は10秒23で2位となったが2レース目では自己ベストを更新する10秒06をマークして優勝。この記録は日本歴代5位、向かい風の条件における日本歴代最高記録である。6月25日の第100回日本選手権男子100メートル決勝では10秒17をマークして2位、ケンブリッジアスカに100分の1秒差で敗れた。27日には ケンブリッジアスカ、キリュウヨシヒデと共に2016年、リオデジャネイロオリンピック男子100メートル日本代表に選出された。リオデジャネイロオリンピック男子100メートルでは、予選で10秒20をマーク、8組2着となり、準決勝に進出。準決勝では、自己ベストを更新する10秒05をマーク、2組5着となり、0秒04差まで迫るも、決勝進出を逃した。 男子400メートルリレーでは日本チームの一層を務め予選で37秒68のアジア新記録をマーク全体2位で決勝へ進出した。決勝では予選のアジア記録を更新する37秒60で2位となり銀メダルを獲得した。9月25日の全日本実業団男子100メートルでは決勝で 今シーズン3度目の自己ベスト更新となる10秒03をマークして優勝。2017年3月11日にオーストラリアのキャンベイラで行われた競技会に参加。1レース目で10秒06、2レース目で10秒08をマーク。8月に行われる世界陸上ロンドン大会の参加標準記録10秒12を突破した。1日に2度の10秒0台は、 日本人では初めてで、8度目の達成も、並んでいた気流を抜いて、日本人最多となった。右足首の違和感の影響で、エントリーしていた4月29日の小田記念、5月21日のゴールデングランプリ川崎、6月4日の布セスプリントを欠場。復帰戦となった日本選手権は10秒39で6位に終わり、世界陸上ロンドン大会出場を逃した。 9月24日の全日本実業団では自己ベストと自身が出した大会記録を更新する10秒00をマーク2連覇を達成した。10月6日から始まる愛媛国体の青年男子100メートルにエントリーしていたが右太もも裏の肉離れにより欠場。2018年4月29日の小田記念決勝では10秒17をマーク。 ケンブリッジアスカラを抑えて2年ぶりの優勝を果たした。5月20日のゴールデングランプリ大阪では、男子100メートルで10秒13をマーク、日本勢トップとなる2位に入った。男子400メートルリレーでは、リオデジャネイロオリンピックと同じメンバーである、日本 A チームの1層を務め、37秒85で優勝した。六月三日のフセスプリント決勝では十秒十二をマーク、 飯塚翔太、ケンブリッジアスカ、タダシュうヘイらを抑えて2年ぶりの優勝を果たした。6月23日の日本選手権決勝では、大会記録体となる10秒05をマーク、5年ぶりとなる優勝を果たした。8月に、ジャカルタで開催されたアジア大会に出場した。8月26日の男子100メートル決勝では10秒00の自己ベストイの記録をマーク、 3位となり同メダルを獲得した。8月30日の男子400メートルリレー決勝では日本チームの1層を務め38秒16をマーク1位となり日本勢にとって20年ぶりである同種目の金メダルを獲得した。9月23日の全日本実業団では10秒01をマークし3連覇を果たした。10秒0台は12度目で日本人最多となった。 10月6日の福井国体決勝では10秒58をマーク、小池祐貴らを抑えて4年ぶりの優勝を果たした。このシーズンは出場した19レースすべてで日本勢に無敗であり、2017年7月から続く、対日本勢の無敗記録を25レースに伸ばした。2019年廃棄胸のため戦線離脱、出場を予定していた日本選手権を棄権した。 2021年6月6日の伏せスプリント2021男子100メートル決勝で9秒95の日本新記録をマーク6月26日の第105回日本陸上競技選手権で10秒27第3位に入りオリンピック代表に内定した7月1日東京五輪日本選手団の首相に決定した山形は JOC を通じて 自国開催のオリンピックにおいて日本代表選手団首相を拝命し大きな責任を感じています。非常に難しい状況ですが私たちがやるべきことは変わらないと思っています。日の丸の誇りを胸に行動規範を遵守し日本代表選手団として国民の皆様に少しでも前向きなニュースを届けられるよう精一杯努めて参りたいと思いますとコメントした。 2020年東京オリンピックの陸上競技男子100メートル予選では10秒15で3組4着となり、準決勝に進めなかった。括弧内は風速、は追い風、対は向かい風、太字は自己ベスト、記録は当時、括弧内は風速、は追い風、対は向かい風、記録は当時、ありがとうございます。